こんばんは、メッセージありがとうございます。最近はですね、結構遅くまでね、やることが多くて、なんかまだね、いわゆるネットビジネスが楽しくなってきたなーって感じちゃって、まあコツコツやってるんですけどね。その中で今日ね、ちょっとね、発見したことがあるんですよ。それは私がサイトを量産するときに使っていた、コンバージョンサイトですね。これが、なんかひょんなことからポロポロって出てきたんで、これをですね、速稼塾の、ポータルサイトの方に貼り付けたんですけども、まあ、今見てもね、これ、ああ、いいサイト作ってるなと、これは売り上げ取れるなと思っているんですよ。何枚か出てきたんですけどもね、一つ、堀さんにもお話ししてなかったんですけども、私ね、書店のアフィリエイトってやってたんですけども、これがね、結構な売り上げを作ってくれたんですよね。まあ、この書店のアフィリエイトって結構よくって、書籍なんですよ、本当に。紙の本なんですよ。紙の本を紹介して売れるとコミッションがもらえるみたいな形なんですよね。で、それが結構ビジネス書ばっかりだったんで、だからその2000円とか3000円とか5000円みたいな本で、コミッションが70%とか80%なんですよ。だから1500円の本を、1980円か。1980円の本を売ると1500円コミッションみたいな感じで、本の原価一体いくらだよみたいな。そんなアフィリエイトなんですけどね。でもこのアフィリエイトにもちょっと仕掛けがあって、なんでその高いコミッションを払うかっていうと、その本の販売元って1冊売っても100円とか200円ぐらいしか儲かんないんですよ。でも、これリストマーケティングなんですよね。そうやって、ある書籍を買いたいがために登録した方に、また似たような書籍とか、似たようなセミナーとかを販売してるんですよね。まあ、いろいろと勉強になるなと思いました。で、今回ね、動画返信させていただいて、こちら、サイトの方もアクセスが結構大きいのがありますね。順調だと思いますよ。1日に9人とか10人とか、結構来てる。どのサイトも人が来てますね。私の場合はゼロってのもありましたからね。その1万個作る過程で。頑張ってください。人気のブログで13,626位。なるほどね。いいじゃないですか。続いてるのがすごいですよね。ではですね、今後は私の、月収300万を連続18ヶ月みたいなね、そのサイト量産のそのコース、新しくね、アフィリエイトってコーナー作ったんで、そちらの方を見ていただければと思います。これもなかなかいいですよ。それじゃあまたメッセージください。ご安全に。